今大丈夫。すいません、ごとごと言ってます。森？森ってか山？山です。実家、そうです、実家です。実家に向かってます。ありがとう。やばい、ほんと顔だけ置いて見える。なんか顔やばい。首も出しとくわ。実家に向かってる。そう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 。なんか急に思い立って帰ってます。めっちゃ急、本当に割とさっき決めて帰った。お父さんの運転、そうです。だからお父さんには喋らないように言ってます。なんか多分家帰るのが全然遅いんで、ももちゃん、ココちゃんに会うのはまだ先。海賊の運転、いや違うんですよ、これ運転が荒いとかじゃなくてね、なんか道がボコボコ。声聞きたい。ダメです。バンされる、バンされるんですよ。このオフ感満載な感じ。途中からお電波悪くなったらごめん。キャップかぶってるじゃん。なんか前髪が長くなっちゃって押さえてます。ギフト酔わないで。私さ、酔いやすい人だけど今は全然大丈夫。そうなの。オフ感いい。眉毛を出してることが珍しい。そう、船に乗って帰ってます。そうなんです、そうなんです、そうなんです。お姉さんも一緒に。うん、私だけ帰ってる。あのね、横に助手席にお母さんがいる。助手席にお母さんがいます。お母さんショールーム見とるんかと思った。見てないんかな。お母さんの声が聞きたい。お母さんは声多分出してくれません。お母さんは声出し OK。 なんか声出し声出しね。だって、あ、どうもみたいな。無言でどうも。どうもって感じ。なんかうちのお母さんはなんかみんなのミックスが好きらしい。なんかさっきその話をしてて、なんか声出しが OK になったよねみたいな話してて、そしたらうちのお母さんがなんかみんながミックスを売ってるところが好きらしくて、その声とか聞くのが
うちのお母さん私のライブ見に来たんじゃなくて、みんなのミックスを聞きに、お母さん自体は声は出さないらしいんですけど、お母さんがみんなが声を出してるところを見るのが好きらしい、そのミックスを見るのが好きらしい。頑張ります頑張ります。なんかそのステューのライブで初めて みんながミックスを打ってるところを見て、なんかめっちゃあのなんかもうすごいってなったらしくて、そう衝撃、そうで、それ以降みんななんかしかもめっちゃみんなが声が揃っとったみたいなね、もうめっちゃ揃っとって、めっちゃもうみんな息がぴったりなコールやって、それですごいなんか衝撃受けたらしくて、一体感、そう、揃ってる、すごい楽しみ、ナノミックス。移動中、移動中よ、なんもない。マイケお母さんに、どうなんやろ、わからんわ。お父さんなんかな。でもなんか、もうようわからんくなってきたよくお父さんにって言われるけど、星見える？見えんのやけどね、なんかね、月がやばい、やばい、今日ね、三日月見た、みんな今日月、なんかすっごい黄色くってさ、すっごい高さが低くってさ、すっごいありえないくらい寝転んだ三日月なんだけど、なんか見たことないような月今日やばいの。見えた？見た？なんかこういう月じゃなくて、もうこう下半分みたいな。そうなの。お父さん可愛いの？お父さんイケメンに違いない。もうやめてくださいそんなお父さんが調子になるからやめてください。みんな見たこともないのに、お父さんそんな想像で。信号全然ないって言われた。確かに、本当だ、信号な、そうなんですよ、信号がないんですよ愛媛県。わあ、びっくりしたびっくりしました。暴走族暴走族がいるんだが、愛媛にも暴走族がいます抜かされた。うわ、負けました。治安、いや治安悪いとかいう問題でもなさそう。暴走族っていうか暴走車一人。電波頑張れ。嘘、やばい、電波やばいですか。ありがとう、皆様。電波やばくなったらさ、電波やばいよって言ってどうにもできんのんじゃけど。わ、ありがとう、イラクマ。ちょっと止まる？ちょっと混ざってる？ブツブツ？え？やばい、やばいって、みんながやばいっていう。
切れ途切れ耐えてる。マジ？ちょいちょい止まっとる？そうなんかな。途切れとる？復活。やばいよ。半目で止まる。ちょっと書いとこう。電波。電波悪いかも。綺麗になったりもしてる。いやね、そうなんですよね。電波がちょいちょい悪い。海？海は今見えんね。そう、山の方やけんかね。田舎の方なの？そう。でも全然まだまだ着かない、家に。着かないよ。ありがとう、ギフト。タイムラグある？嘘、ちょっと止まっとこうかな。ラグがひどい。コンビニあるの？あるよ。コンビニいっぱい。いっぱいはないか。点々と。あ、タワーもらった。ありがとう。ミューラッチさんは、リラックマ。ありがとう、ありがとう。ちょっと、別の日にやってもいいですか？お礼を。ありがとう、ミューラッチさん。ありがとう。ありがとうございます。うっと顔だけ浮いてるって言われる。ちょっと、いやちょっと本当はもうちょっと早く帰れたら、ももちゃんとココちゃんをね一緒に配信にね登場させたかったんですけども、ほんま信号ない。そう、今なんかくねくねの道、くね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 、うーくね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 、うー、ありがとう、くま、ありがとう。幽霊みたいって言われた。まんまなんかね、この映ったらまずいかなと思って近くで。元気か？わかんない。ももちゃんが手術したんですけど、手術が終わってから会ってないので、そこ今日初めて会う。その手術終わって、レニュー101。あ、そうなんですよ。これまだ大丈夫？声ちゃんとあれ出てますか？ NHK さんのレニュー101出演させていただきますね、今度。そう、なんか息をする心も何個か、そう、音楽番組に出演させていただいてて。わ、なんか止まった。なんで止めたん？すごい無言で会話してるけど、何をやってるのか一個もわからん。わっ、
信号、いや信号じゃないよ、信号じゃないんだけど、もう収録したの？ベニュー101は生放送だかな？わからなくなってきた。生放送かな。生放送ですね。あ、そうそうそう。予告に名前ありました。生放送です。いや、私さ。花は誰のものの生放送はもう結構なんですか、結構多かったから、なんかまあこう乗り越えられるようになったんですけど、息をする心はなんかまだなんか生放送とかしてないからちょっとめっちゃ緊張する。そう、新曲ちゃんとやり取りあるといいですね。え、そうなんです、生田絵梨花さん会えるかな。え、会いたいですね。いやーわー、そうなんですよ、 MC。 ね、いくちゃんさんいくちゃんさん、生田絵梨花さん、画質強くなった？嘘、抜けたんかいね、ちょっと悪いところ。あ、信号来ました。皆さん、待ちに待った信号です。信号に止まりましたよ。とっと来ました。そう、みんなが信号がないってちょっと嘆いてたから、信号来ましたよ。あります、実は愛媛に信号が。でも私の住んでるところは本当に信号ゼロ。待ってなかった？信号。短い、すごい、もう信号の女に、ま、待つ長さがってこと？やばいやばい、まあ考えたことなかった。てる、ちょっとね、さ、どうしたらいいか、フードとかかぶろう、かぶったらさ真っ暗本当に生首みたいになっちゃった。車乗ってる乗ってる、ブン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 、あ、車に乗る機会が少ないので。寒い寒いです寒い。なんかうちのお父さんすぐ換気するんです。寒い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 。寒い、でも今日これだってもう2、3回目、3回目ぐらい
寒いって言って戸を閉めてもらうのそう、そうなの、換気マニアと。あとなんかこの後ろの席に今いるんですけど、後ろの席、え、前の席暖かいから、そうなの、後ろの席、そうなの、ふいーふいー、星は綺麗、え、どうやろう、分からんどうなんじゃろう、真っ暗、真っ暗じゃわ、めっちゃ綺麗よ、でもいつも車の中からだと。まあ分からんかった、やっと言った。お母さん、まいちゃんの声に似てる、似てない、嘘、似てないかな、似てるかな、いや似てるって言われたことあんまないかも。お父さんとも似てないよ、姉妹で似てるだけかも。段差？あ、ガタガタしてる？平らな道なんですけどね、車がジャンプしてます。電車、初見さんありがとう、こんな夜道で。明日お休みなの？そう、明日お休みで、今日は本当はあのお仕事があるかもだったんですけど、そうお仕事が今日は休みになったから、だから急遽こうやって夜愛媛に帰ってで、そう明日もお休みなの。そうなの、まあ明後日 LINE ライブあります。明後日姉ちゃんは、お姉ちゃんはね広島にいます。姉ちゃんとは別々に、あ、LINE ライブじゃない、ごめんごめん、 STU チャンネルか、ごめんごめんごめん、すいません、間違えましたSTU チャンネルでした、ニコ生。は、夜の8時ご褒美の、え、なんかそう、ご褒美の LINE ライブ、ん？ LINE ライブじゃないや、 STU チャンネル、え、ニコ生よくやるんだけどさ、なん、ご褒美、えご褒美で、なんかいつもなんか私ご褒美でなんか考えたり気がするんですけど、あるんかいね、いつか、なんかさ、いつもなんかプレゼンみたいなのしてる気がするんじゃけど、今回はどうなるのかよくわからん、なんか考えて発表する、そうね、あるんかね、実行されるんかな、決め直し、そうなの、わ、すごい、なんかもうガコンガコン、これはどこだ、再度やって、え、もう一回、そうなんや考え直し考え直し考え直しの配信、そうなの、うわ、ちょっと決めとくかも。
こがどこやらなのか一生プレゼンするかもしれん。これはあと何分で着くの？私が推測するにあと1時間半ぐらいかかりそう。あ、また換気した。うわー、換気するな。さっきしたばっかりだろ。換気をするな。換気間にやめ。もう寒いんですよ。換気しないでほしい。そんなに短時間でやりすぎだって。そんなにかかる？いや、わからん。で、あと1時間ぐらい ?1 時間、うんかいいえか言ってみて。あ、う、1時間これどこなんかいね。あと1時間ぐらい1時間はかかるらしい。でもお父さんの運転マイペースだから絶対1時間半ぐらいかかるよ。あ、みんな街にまた信号だよ。信号があるからちょっと意識しちゃう。シートベルト、そう、見て、なんかさ黒くて一体化しとるわ。ベルト、待ってる、待ってるでしょ、みんな信号。実家でどう過ごすの？もうなんかゴロゴロってして犬と一緒に遊んで終わりもうそう、犬とずっと遊んどく。すっごいガタガタだ。あと5分？道路が周りに明かりある？あるよ、街灯？ちょこちょこ。なんか今度愛媛のイベントあるんですけど、多分みんなめっちゃ遠いと思う。すごい遠いと思う、あ、でも電車とかの方が近いのかな。そう感じるかも。高速使ったらあれなのかも。あ、みんな信号だよ。信号3個目かな。止まってます。書いてある、信号ありますよ。ありがとうございます。ちょっとワンちゃんに会ったら報告するね。もう終わっちゃう？止まった？大丈夫？こりゃ左折、グワーングワーン今回、長かった？うわ、トンネル入る？ちょ、壇上読んどくわ。りょんきゅうさん、あずゆいさん、くまねパパさん、かねともさん、あおさん、ひっきーさん、みうらっちさん、しんじさん、きなぺこさん、ひょうさん、けんじさん、とうけんたろうくんさん、やまちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。入らんかった。入るわ。やば、ちょっと電波悪くなるかもしれん。また明日。
ごめんね、本当に。みんな、おやすみなさい。電波悪いかな。おやすみ。ありがとう。わ、すまない。ラブー。また明日。バイチャラッバイチャラッポーキラーン。生首じゃないよ。お、電波平気そう。本当もう切れちゃうかも。あと1分ぐらいしかない。気をつけて。ありがとう。わわ、おやすみ。おやすみ。もうここによろしく。わかった、言っとくわ。バイ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 。寝てね。寝る。ドライブ楽しむ。おやすみ。わっわっ。